詩篇の121篇を朗読いたします。どうぞお開きください。都登りの歌。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。ということで、この詩篇の121篇は都登りの歌でありますが、このような都の登りの歌が20篇ほどあるわけですね。まあ、これは彼らが礼拝に行くときに、まあ、エルサレムにある神殿に行くというのは、エルサレムというのは山の頂上にありますから、まあ、彼らは徒歩で行ったわけですね。私たちのイスラエル旅行はバスで行っちゃうんですけれど、しかしナザレのようなとこから120キロぐらい彼らは歩いて、何日間も歩いて、そして神殿に行ったということは、彼にとってどれほど礼拝が大切だったのか。特にこのコロナ時代において礼拝というものがどういう意味を持つかということを考えさせられましたけど、当時の人々によっても礼拝がどれほど大切であったかということですね。3つの大きな祭がありました。その他にも諸々の祭りが、ユダヤ人のカレンダーを今日見ると毎日何らかの祭りがあるんで、お祭り好きの人たちですけれど、しかし3つの大きな祭り、ペンテコストの祭り、スインコシの祭り、仮の祭りという、この大きな祭りには外国から人々が帰ってきたわけですね。多くの人たちが今の黒海あるいはカスピ海付近に住んでいました。あそこら辺は蜂蜜が、もう素晴らしい蜂蜜がふんだんに取れる場所で、農耕が豊かなところであります。私たちが旅行したトルコというのはもう南部の方、中部の方で、あるいは西海岸ですね、地中海が美しく映るところのところかであります。エペソはどのぐらいエルサレムから遠いんでしょうね。まあ、そういうところから、例えばコロサイにいるクリスチャンたち、あるいはクリスチャンじゃなくてもですね、ユダヤ人たちですね、あるいはラオデキアとかヒラデルフィアとかヒエラポリスとか、これは大きな町でありますけれど、そこを開拓したのはユダヤ人で、そのユダヤ人たちがこれらの祭りごとのために帰ってくるということは、まあ、一月はかけてですね、神様を礼拝に来る、それほど彼らにとって礼拝が大切だったということですね。まあ、私はカッパドキアに来ました。カッパドキアで60ぐらいの洞穴が見つかるんですが、それはクリスチャンが隠れて生活していた、礼拝していたところですけど、もしカッパドキアを掘り返すなら、おそらくそのような穴が1000あるだろうと。クリスチャンが迫害を逃れて、そのような洞窟の中で隠れながら生活したのは1000ぐらいあるだろうということで驚きましたけど、それほど彼にとって共に集まって礼拝するということが大切だったんだなと、都登りの歌を読むたびに礼拝の大切さというものを感じるわけであります。ですから、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るか。私の助けは天と地を作られた主から来る。主は私の足をよろけさせない。主はまどろむことがないという、眠ることもない。私たちがぐっすり眠ってもいい、それは主は眠れないから、飛行機に乗ったら落ちる心配しなくてぐっすり眠ったらいい。私は寝てても私を守る方はまどろむことも寝ることもないんだと。日があなたを打つことがないという、もし5月6月にイスラエル旅行したらもう絶えず水を飲んでなきゃいけない、脱水症状になった時にはもう遅いんですね。だから喉が渇かなくても水を飲まなきゃいけないんで、トイレに行くのが大変ですね、バスの中で。でもしょっちゅう、水を飲んでいなきゃいけないという、非常に乾燥した
暑い場所でありますけれど、だから私たちは大体2月に3月に旅行するわけですね。気候が最高の時ですからね。そういうわけで、火はでも、旅行者を守ってくださるということで、あなたの右の手を追う影っていうのは、右の手っていうのは右の手で刀を持って攻撃するわけですね。で、こう左手に盾を持つわけですから、盾が左側と前の方は守れるけど、この盾は右手の方は守れないんですよね。こんなことしたらアンバランスになりますから。で、刀を持って刀を振り切ると全く右の手が空っぽになっちゃうんです。で、刀を振り切った時に誰が右側を守るのかということで、主は右の手にいらっしゃってあなたを守る影だ、だからあなたは安全なんだと、いうことですね。主は全ての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたの行くにも帰るにも、カナダに2週間後行きますけど、カナダに行く時も帰る時も今より常時まで守ってくださるということであります。私には口癖がありますけど、その口癖は Help me, O Lord. Help me, O Lord. まあ1日100回200回じゃ聞かないかもしれないですね。もう絶えず Help me, help me, help me, help、 助けてください、主を助けてくださいという、口癖であります。アメリカ人もよく Help me, O Lord と言うんで、それが映ったというところもあると思いますけど、私の場合は家にいても Help me なんですね。というのは家にいても私は転びます。家にいるかと安全かというと、ああいうむしろ家の方が危険なんですね。テーブルがあったり机があったり椅子があったり、そこに頭をぶつける危険性が何もなければね、まあ、倒れて、頭を守れるんですけれど、いろんなものが置いてあると頭をぶつける、首にダメージが来ると一番悪いんで、まあ絶えず Help me と言いながらの、ゆっくりと注意深く歩いてるんで家の中を。転ぶと起きられないんですね、自分の力でも。ですから体をゴロゴロさせて、まあ、壁伝いで壁にバーがあって、そのバーに掴んで立ち上がるという。ですから外に出るとやっぱり Help me, help me で、まあ、足が悪いわけではないんですけど、神経が悪いんでコントロールできないで転んでしまう。ちょっと触られたら私は転びますね。今度は問題は立つことができない、だから Help me なんで、立つことができないけど、まあ、人々が来て助けてくれるから、立ち上がることができますね。それで、まあ、体だけじゃなくて多くの人は、まあ、いろいろな面でダメージを受けてます。この前大地震が起こりました。その地震で、ダメージを受けた人も多いでしょうね、まあ、台風でダメージを受けるとか、コロナさんで大いなるダメージを受けた、病気にならなくてもステイホームせざるを得なかったとか、まあ、仕事が減らされたとか、仕事が奪われたとか、自分の何十年間経営してきた店が潰れちゃったとか、まあ、いろんなことでダメージを今日多くの人は受けていると思うんですね。で、転んじゃうわけですよ。で、どうしたらいいかっていうと、私の答えは立ち上がればいいんですね。私は一切分析しないです。どうして転んだのか、何が悪かったのか、何が原因なのか、もう一切も分析しない。転んだらどうしますか、一生懸命立ち上がります。もうそれだけです。ですから私が転んだ、道端で転んだでも立ち上がればいいんで、原因を分析することもないし、ただ分析して何になりますか、何の意味もないです。どうしてあなたが仕事を失ったのか、そんな分析して何になりますか、何にもならないですね。だから転んだら立ち上がればいい、非常に単純なんですね。で、私は階段を毎日上り下りしてます。ですからその時も Help me, help me, help me, O Lord で、特に下る階段は非常に注意深くならなきゃいけないんです。私は基本的に何も持たないことにして、まあ、首からね袋をぶる下げることはあるんですけど、っていうのは iPad でも持ってると転びそうになった時に何しますか、 iPad を守ろうとしちゃってね
iPad なんか捨てたって、でもこの5万円するから捨てられないじゃないですか。だから体を傷つけちゃうということで何も持たないという、注意深く、右の手でレールを持って左の手でこうつきながらね、Help me, help me, help me を Lord ですから、まあ、1日何回言ってるかという、こういうことなのであります。2週間後にはカナダに来ますよね。4人で行くはずが1人で行くことになりました。とってもじゃないけど皆さんは行けなくなってしまったんですが、しかしまあ Help me, sure, help me でこうやって行くわけですね。まあその名は綾子さん、作家ですけれど、12、3年前でしょうか、15年前でしょうか、彼女の小さな本を読みましたけど、今の年寄りはダメだと、すぐ人に依頼するとかなんか怒ってましたね。元気なその綾子さんで、まあ、彼女は砂漠旅行の本も読んだことがあるんで、まあ、あの人砂漠まで50代か60代の時に旅行する人ですからね、自分の金を使って、一種の研究費だけど研究費は、もらってないんだみたいなことが書いて、自分で金出して本を書くんだみたいなことが書いてありましたけど、私は手術した、足の手術した後でロサンゼルスに来ました。ロサンゼルスの航空でどうぞ車椅子に乗ってくださいって言われたけど、私はそれを拒んで、遠くだけども一人で杖をつきながら歩いたんですと、今の年寄りはなっちゃないみたいなことが書いてあって、私もしばらくそうしたんですけど、今はとってもじゃないともうそんなの無理なんですね。まあ人の迷惑になっちゃう、車椅子を押してもらった方が人の迷惑にならないので、まあそういうことをして、まあ飛行場はかなり私にとっては安全な場所なんですね。長い時間待つと私は飛行場を歩くのが大好きです。飛行場真っ平らでね、何の妨害物もありませんからね、壁伝いに、だいたい杖をついて、まあ、歩く運動をするのは、ですから家のそばに飛行場あったら私毎日そこに歩き行ってると思いますよ。とても快適なんですね、歩くのが。そういうことでおそらく大丈夫だと思います。向こうに着いたら、ロサンゼルスに住んでいる統一さんが飛行機に乗ってでレンタカーをして私を待って、その車に行って5時間か6時間でしょうね、ケロワナというところに行くことになって、また旅行が終わり、遊びに行くんじゃない、毎日2回ぐらい説教するようになってます。英語の説教が半分ですけれど、まあそういうことで遊びに行くわけじゃないんですけれど、まあ遊び心で行くわけですね。で帰りは彼が、まあ送ってきてくれると、私が飛行機の乗るのを見届けてからロサンゼルス帰るという、こういうことで一人はとってもできない旅行ですけど、助けがあって旅行ができるという、こういうことですね。このトイスさんっていうのは、まあ、イスラエル旅行もしたし、トルコ旅行も一緒についてきて、ヨーロッパ旅行もついてきたしね、アメリカでは何回旅行についてきてくれたか、まあ夫人たちの旅行であそこで16人で彼の家で邸宅ですからね、泊めてもらったり、ユースもね何回か、もう何回か、まあ、3、4日泊めてもらってますよね。まあそういう人 で、まあ、タイにもミャンマーにもというような一緒に旅行してくれる人、矢野先生のところに行くとこどこでもついていくっていうから、この人ってよほど僕のこと好きなんだなと。ちょっと前まで使っていましたドラムは彼のプレゼントですね。アメリカからドラムを送ってくれて、ちょっと新しいものに変えましょうっていうから彼のドラムを30年間ぐらい使っていたという、こういうことなんですけれど、どうぞ誤解しないでくださいと、彼は決して同性愛者ではありません。私もそうではありません。しかし彼が来てくるんで旅行がかなり楽しくなるんだなという、ことであります。で、そういうわけで、まあ私たちは30年間経っているわけですよね、教会が。京都の旅行で、5人のもので京都の旅行をしましたけれど、その時に30年間教会に来ている石川兄弟が、私が30年間教会にずっと来ているのは、こういうことを言ったんですよ。ちょっと言っていいか分かんないか、平野先生には悪の匂いがするからですしたんです。よく言うよねこの人ね。でも私は笑っちゃったんでね、ちょっとこの人当たってると思って。
私は善人と思ってない、悪人と思ってますからね。多くのクリスチャン、私はものすごい罪人だけど良い人ですと思ってるんですね。私はものすごい罪人で、またその上に悪人ですからね、そのぐらい言われても平気っていうか、お笑いしたんですけれど、しかし30年間まあ私の応援してくれている、私のためにお祈り礼拝を欠かさないで遠方から来てくるんですね。まあ交通費だけでも5000円かかっちゃうので、彼の場合はでも来てくれる。30年間、献金もしてくれるし、お祈りしてくれる。もう何を言ってもいいです、30年間おらずに来てる人は。何を言われても傷つかないってことが分かりました。30年間教会に来た人は牧師の悪口を言う権利を勝ち得たんですよ。どんなことを言われても私は傷つかないです。いや、もう15年来たからくれたら十分ですね。15年も一つの教会をサポートするなんて、私にとってはとんでもないすごいことだなと思ってますので、して30年間どれだけ多くの信徒が、どれだけ多くの役員たちが、まあスタッフたちがね、まあ渡辺先生にしろ、まあ吉江さんも随分助けてくれてますね。うちの奥さんもそうですけれど、まあ助けてくれてるかということで、自分の30年間は多くの人々の助けによって成り立っているんですね。間違いないです。まあ、大地君、まあ袴田さんもね、良い助け人でよく頑張って仕事をしました。大ちゃんが辞めた時、こんな塩崎兄弟、こんないいスタッフが辞めたらもうダメだろうなと思ったら、小田島君が来てね、ある面において小田島君の方がよくできる面もあるんですね、若いのに。まあ今の若い人はよくできるんで本当に感心します。今の若い男はですね、よく気がつくんですよ、男が。男性の方が繊細で、男性の方がよく気がついて、男性の方が助けてくれるという、今の男性どうなっちゃってんだろうみたいなね、よくできるんで、細かいことがすごくよくるんで、ちょっと圧倒されてますけど。そういうわけで絶えず助けられてきた30年だな。その前は実を言うと、私は狭間教会でお世話になってて2年間ですけどね、まあ私が開拓伝道するための準備になったと思う。とにかく日本で一番成功した牧師のね、そばにいて彼を観察していたわけですから、助けになりましたよね。それからまあ大変いろいろな面ですごくよくしていただいて、いろんな面で助けていただいたんですけれど、私の仕事っていうのは、まあ副牧師じゃない教育牧師で、基本的に教えてればいいだけだったんですね。これってすごく楽なんですね。決断しない、コロナが起こった、どうしましょうか、まあ、悩みますね牧師は。私は全然そういう心配いらないんで、教会がどういう方向に進むか、事件が起こってどういうふうに解散、それ一切もう教えてるだけはいいんですから。その頃はまあ一人進学校みたいで、火曜日になると大川先生が第一次元目を持ってくれて、第二次元を私持って、それからもう毎日3時間ぐらい教えてましたからね。その上で新宿の歌舞伎町にある JTG じゃないですね、あれは ACGN とかいうね、張永義先生の進学校で教えて、それから JTJ で教えてという。で土曜日になると、まあ聖書講義が3時間、9時から12時までぶっ続けあってね、あのから150人ぐらいね集まったんですよ、土曜日。だからもう絶えず絶えず教えていて、もう最高の時代、もう最も楽しい時代で、その頃私が分かったのは、自分の脳について随分分かりました。この脳っていうのは何でもこう何でも生み出すことができる。で教えるのは、例えば新約概論とか旧約概論とか創世記とかね、レビ記とか、そういうのを教えたし、あるいは新約聖書も教えたし、教会の歴史もたし、教会の倫理学も全部教えたんです。楽しかったですね。脳っていうのはそれなりのプレッシャーをかけるといくらでも湧き出してくれるんだというね。イエス様は、この水を飲むものは乾くでしょう、しかし私が与える水を渇くとないばかりか、その人の中で泉となって永遠の命に至る水が湧き上がるって言ってね、
あれって本当だなということが分かったんです。でそれはこの自分の脳について知ったこと、皆さんも同じ脳を持ってるんですけどね、それから、まあ、岡先生の伝道を見て日本人の伝道はこうやってするんだということが、まあ、日本一成功した牧師から、こう教わったっていうか見ることができたという、それでホライズンを始めるときに私は準備ができた。もうアメリカの教会と日本の教会は全く違った宗教のように違いますからね。アメリカで牧会やって日本でできるかそうできないですから、あまりにも白人の教会、英語の教会でしたからね主に、ですから、まあ、そういう、状況で随分あの時代もお世話になったなということでした。でも思い返してみると、私が15歳に信じてあの母教会の牧師やあの方々がどれだけ助けたか、本当に楽しい時代で、青年会でね一緒に路傍伝道に青年会の人が全員日学校の先生でしたから、まあ、うちの教会もそういう面があるんですけれど、全員小学校の、あの頃は訓練会っていうのが大流行して、例えば春休みですね、春休み 5、6日みんなで揃って青年たちが一緒に日曜学校教師訓練会に出かけて楽しかった。夏の正解も冬の正解もみんな一緒に出かけてワイワイしてね、あの青年会で随分自分は心開かれるようになった。社交的になった。また教会で日曜学校を教えることになって、人に子どもたちにお話しするということもできたわけです。で小学院に行って先生たちから、まあ、いい友達ができました。それからアメリカに行くわけでしょ。アメリカに着いた途端にもうすごい助けですね。それで、まあ教会に行ってるうちに、ちょっと小遣いをあげたい牧師が子どもの面倒を土曜日見なさいということで面倒を見てたら、まあ牧師さんであって個人の経営者ですね、州立のステートの州立の個人なんですけど、牧師が仕事をしてるんですね、トップやって、その方がお前子どもが好きようだからうちに来てっていうわけで、そこで生活して、そこで食べ食して、子どもと基本的に遊んでですね、アクティビティディレクターとか言って言われて、子どもたちと遊んで給料をもらったわけですから、ミスター・アンダーソンからどれほど助けられたかな。その先生がデューク行きなさいと、僕はすごい連れてあげようと8時間運転してね、その大学を見せてぜひここに来なさいっていうんで、まあ、行くことになったわけですね。で終わりましたから、一番初めの教会、皆さんが私と行きました。31人でしたかね、旅行しましたね。で3泊したあの教会でありますけれど、シャーロットのすぐそばにある教会で、まあどんなによくしてもらったかね、3日間私たちはご馳走いただいたり、パーティーを毎日パーティーして、動物園も楽しかったですなど、大人の動物園に行って、いや荷車に乗ってですね、もう動物が首を出しているこの動物に餌をあげるみたいな大笑いしましたけれど、あれで、まあ、その時に47年前ですよね、そこの教会で進学校を卒業してすぐやった教会ですから、みんな白人しかいない教会、47年前ですよ。まあ、多くの人がねテキサスやバージニアからワシントンに帰ってきて私に会いに来て、60人ぐらいですねパーティー開いてくれました。その頃みんな子供たちですよ。皆さん47年前何してましたか。生まれてませんっていう人もいるでしょうね。47年前に私が奉したその47年間彼らは私のことを思い出していろいろなところから来てくれてね、まあ、感激しましたけど、よくしてくれました。あの47年経ってこれだけしてくれてるわけですから、私がその当時牧師をした時にどれだけこの教会が私を助けて応援したか、もう時間がいくらあっても語り尽くせないくらいですね。それからシアトルに行って、それからロサンゼルスに来てでしょ。まあ、未だに私はロサンゼルスのね住所を使ってて、私と仲いい人がありとあらゆる、まあメールをロサンゼルスで受けて私に送ってくれてるんですね。こんなことを彼らは35年間も、まあポステージも高いでしょうね、本当はお金を送らなきゃいけないんでしょうけど、
まあ、そういうふうにしてよくしてくれて、でサンタバーバラでね、まあ、あの教会でもお世話になってよくなりましたね。ですから私の助けはどこから来るかというと、実にあの地獄さん、あの牧師から来たし、信徒から信仲間の青年会から随分助けが来て、アメリカにはあの教会この教会から随分助けを受けて、それから日系人の教会あるいはサンタバーバラの教会どれだけ助けられて、そして、お母先生の教会にしろ、私たちこの30年間皆さんからどれだけ助けを受けて今まで来たか。だから私は山に向かって目を上げる。山というのは英語聖書を見るとマウンテンズですから、山脈ですね。ですから例えばナザレからこのエルサレムとしたら、もういろいろな山脈を見ながら行くわけですよ。まあ、丘だらけです。高い山はないんですけど山だらけですね。見たらもう、丘だらけです。山だらけでね、イエス様は、山の上にある町は隠れることはできないです。夜はもう明るくなっちゃうんで、イスラエルを旅行していると、いわゆる山の家、山の町ばっかりなんで、どこでも明かりがついてるんですね。だからはその山を見ながらエルサに向かってきたわけでしょ。でも彼らは私の助けは山から来るって言わなかった。確かに私は自分の母教会で、聖書学院で、さまざまな日本の教会で、そして私はアメリカの、そういえば大学時代はどうして私が勉強できたかっていうと、ガールフレンドができてね、もうそのガールフレンドがもう毎日毎日毎日勉強に付き合って、あの助けてくれた、教えてくれたんで、まあ、パスできたんですね。ですからもう本当にたくさんの助けが来た、数えきれないけれども、しかしこの詩篇の記者は、私の助けは山から来た、あの人から来た、あの教会から来たと言わないで、私の助けは天と地を作った主から来たという。ということはどういうことかというと、たくさんの人が私を助けてくれたけれども、しかしそれを動かしていたのは主だった、主から来ているんだ。あの人から来たら、あの時代あの時だけで助けが来たはずなんですけど、今でも助けが来てるわけだから、どうして今こんなに助けられてるのか、どうして人々は私を助けてくれるのか、それは私の助けは主から来るからです。私の助けは主から来ると、いうことなのであります。今77歳ですね。これからどうなっていくんだろうかというのは大きなテーマなのでありますけれど、皆さん、あの聖書をお持ちの方はね、伝道書の12章を見てください。ここで災いの日という言葉があります。災いの日というのは、裁きの日とか終末論じゃなくて、災いの日というのは何の喜びもないという年月、これが災いの日ですね。だから高齢者のことでしょうと言いますけど、まあそうですね。でももしあなたが、もし何の喜びもないと今言ってるならば、苦労だけで何の喜び、もうすでに災いの月が来ちゃってるということです。あなたが20代か30代関係ないです。もう何の喜びもないって、人生は喜びがないって言ってんなら、もう災いの日がついちゃったということ。伝道書の12章の一節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。若い日って10代のことでしょう、20代のことでしょうかね。そうではありません。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にですから、10代20代が若い日ですね。しかし、何の喜びもないとあなたが感じているなら、まだ喜びがあると感じているなら、あなたは若い日です。若い日というのは何の喜びもないという前は若い日なんですね。だからなかなか60代でもあなたは若い日です。まだ喜びがあるならばですね。喜びがなくなったらもう若い日じゃなくなるという、こういうことですね。さあどうなるかというと、太陽と光、月と星が暗くなりっていうのが、目がぼんやりしている、太陽を見てもその明るさを感じない、光を見ても、あるいは月や星が見ても輝いているようには見えなくなるという、ことですね。雨の後にまた雨雲が覆うというと、雨が降ってやだな、早く止めば、ああやんだやんだと思ったら雨雲が覆っ
ているという。そして雨が降ってきた。やめばいいなと思って、やんだ青空だと思ったらまた雲だったと。やだな、また雨が降って、晴れたらいいなと思ったら雨がやんだ、これは一体何のことでしょうね。これは物的状況になる精神状況ですね。ある精神状況っていうのは、嫌だなと思って、良くなったなと思ったらまた雲かって嫌だな、憂鬱だなと、いつ晴れるんだろうと。雨が止んでも黒い雲がかかり、雨が降ったらまた黒い雲がかかりという、そういう鬱的な状況で、日本の高齢者の 80% ぐらいは、男性は鬱だっていうんですね。で、女性はどうかというと、男性よりももっと女性の鬱の方が多いっていうんですよ。だから何の喜びもないという日が来ちゃったという、こういうことですね。その日には家を守るものは震えというのは手のことで、まあ手で作業するわけですから、この家の作業をするはずのこの手が震え始めたという。力ある男たちというのは背骨のことですね。力というのは背骨にあると聖書は考えてますから、若者の特徴は背骨が強いというのがユダヤ人の考えですけれど、力ある男たち、つまり背骨は身をかがめると。粉引き女は少なくなって仕事を辞めっていうのは、粉引きって何でしょうね、なんか硬いものを砕いて粉にするのが粉引き、歯のことですね。歯が少なくなって仕事を辞める。窓から眺めている女の目は暗くなる。窓から眺める女の目っていうのは、女性は興味津々ですからね。ですから、いろんなものを見て、おしゃべりの材料を知る、噂話をするっていう、それが女性にとって楽しいことなのに、もう窓から見て興味深いことを見ててもまあつまらないという、みんなの悪口言っても楽しくない、噂話をしても楽しくない、おしゃべりしても楽しくない、窓から眺めている女の目は暗くなる、関心がなくなっちゃうということですね。鳥の扉は閉ざされるって何でしょうね。これは便秘のことですね。通りが悪くなる。嘘を引く男も、これ音も低くない、これは耳で、高齢になると高い声が出てこないという。そして高い声が聞こえなくなっちゃう、ね、私たちの音域が狭められて、特に高い声が聞かなくなってしまうと。嘘を引く音も低くなり、人は鳥の声に起き上がるっていうのは、眠りが浅くてですね、ちょっとした音で、こうやっちゃう。ある人はね、東京すごかったね、千葉がなんか震源らしいけど大変だ、よく震えたね、そんなのあったの、寝てて知らなかったとかね、ぐっすり寝てると、家が揺れても気がつかないというところが、人は鳥の声、ちょっとしたピーピーって言うんでも目が覚めちゃう、眠れないという。歌を歌う歌たちは皆うだれるっていうのは、もう歌が歌えなくなると声が低くなっちゃうわけですね。歌ってるつもりでも高い音は出てこなくなってしまう。からまた高いところを背道で植えるアーモンドの花は咲き、イナゴはノロノロ歩き、フィチョーブは花を引く、開くだが人は永遠の家と歩いて行き、嘆く者たちが通りを歩き回る。こうしてついに銀の紐は切れ、金の逸は打ち粉だ、水がめは泉の傍らで砕かれ、滑車が井戸のそばで壊される、塵は元にあった地に帰り、霊をこれを下すった神に帰る。だからあなたの若い日にあなたの創造者を覚える。でどうしてですかと、あなたの創造者を覚えたら何か変化があるんですかということです。変化がないなら別にあなたの創造者を覚える必要ないんですね。何にも変わらないんだから。年取って朦朧してぼやけて鬱になって死んでいくならば、あなたの創造者を覚える必要はないけれど、あなたの創造者を覚えるならば変わるからです。変化があるからじゃないですか。まあ、アドラー、今えらく人気なのはアルフレッド・アドラーという心理学者で、まあね、嫌われる勇気という本が出て、伏見先生が哲学者ですけど、これを本にしたためにね、爆発的に売れて、まあ
その嫌われる勇気の本のおかげでアドラー研究がガンガン進んじゃってるという、こういうことで彼は100年前にこういうことを言ってるんですね。あなたの世界観はあなたの主観からなっているという。これって私の考えで、またアドラーが私の言ってることをパクったのかなと思ってるんですけど、でも彼100年前に言ってるから、もしかしたら僕がパクってんのかもしれないというこういうことでありますけれど、しかし私はこういう考え方をした。例えばあなたが神がいないっていうなら神はいないんです。で、事実は神は天と地を作ったわけですね。でもあなたの世界観、あなたの人生には神がいないと、そういう主観なら、あなたが神がいないと思うなら神はいないんですよ。あなたの人生には神が、天地を作った神がいらっしゃるということは意味がないんです。あなたが神がいないといえばいないんです。そういう世界に生きるしかないんですよ。だから私にとっては神がいらっしゃる、そして、私を見ていてくださる、私を愛してくださる、御子を送って私の罪を許して救ってくださって、この神は私共にいて私の味方で私をたくさん助け慰めてくれるという、そしてキリストが私のうちにいて、キリストがお前の中に聖霊があるよと言われたわけですね。私が去っていくことはあなた方の益になるんだ、私が天の地のところに行かれば聖霊は来ない、この聖霊はアロスパラクテイトス、いつもあなたそばにいてあなたを助けてくださる方で、私が行くならこの方を送るよ、この方はいつもあなたのそばにおり、あなたのうちにおるっていう、ね、ですから私の世界観は神がいるだけじゃなくて、神はいつも見守って愛して助けてくれて、しかもイエス・キリストを与えて聖霊を与えて、この霊によって私は生きることができるんだという、こういう世界観ですね。ですから寂しくない、孤独じゃない、鬱なんかなりっこないっていう、これが私の世界観。いつも幸福、いつも喜べる、絶えず感謝できる、どんなことでも感謝できる、これが私の世界観ですから、私はその世界観に生きているわけです。そうするといつも主は助けてくれたな、10代主は助けて、アメリカに行って随分助けてくれた、日本に帰ってたけど、まあいろいろ助け合って今も助けがあるよね。だから私はそういう世界観に来て、もしあなたが神がいない、私を助ける人はいない、この人生は厳しい世界で苦しいことばかり起こっている、喜びは少ないし、喜びの後には必ずもっと大きな苦しみが来るから、喜ぶの様子を、幸福感を味わうの様子を、幸福の後には苦しみが来るから、苦しみが来るならば初めから喜ばないでいこうみたいに考えている人多いですよね。その通りになります。ですからこの世界は主観からできているということはどういうことかというと、そう思えばそうということです。これが主観です。あなたがどう思うかということが鍵なんです。ああコロナがいらっしゃったというね、新型コロナさんだ、大変だというね、教会礼拝やめましょうってカトリックが言って、多くの教会が閉じられて今も閉じているわけですね。でこういう場合に私たちは何をすることが正しいかって考えますけど、聖書はこういうことを考えちゃいけない、何が正しいこと一切ないんだ、善悪を好みを食べちゃいけない、それはあなたを殺すよって、正しいことをやろうとしちゃいけないんだよという、あなたができることはあなたがそう思うことができるだけなんです。例えば教会を開くということは正しいことだった、なぜなら今まで一切、感染する人、あるいは教会の中でいわゆる感染する人は一人も来なかったから、平野先生は正しかった。でも来週感染者が起こってクラスターが起こるから、そうすると平野先生は間違ってた、とんでもない牧師になるわけじゃないですか。でどっちが正しいんですか、わからないでしょ。だから神様は善悪の判断をしちゃいけないよということは、神様は我々に善悪を下す能力を与えてないんで、私たちが善悪の判断を下すときに、私たちは、いわゆる自分のテリトリーを出ちゃってる。人間は人間のテリトリーがあるんですね。例えばサタンは、自分のテリトリーを外しちゃって、自分は礼拝されるものになりたい、こんな神のようになりたいと思ったわけでしょ。ですから僭越の罪を犯して、私たちも善悪の判断をするときに、サタンがしたような
僭越の罪を犯しているんです。私たちには何が善か何が悪か何が正義なのか、そういう判断は与えられてないんですよ。でどうしたらいいんですか。自分の思ったことを生活するしかないじゃないですか。これしかないんですよ、私たちにも。ですから世界観がいかに大切か、私の人生は私が作った世界観からできていて、その世界観は聖書から来てるわけですね。そうするとその世界観通りになんとなく私の人生はなってきたんですよ。そうしか言いようがないんで、私が正しいわけでも私が間違ってるわけでもあります。私が思ったことを、そうなってきた。だから、まあ、初め冗談が皆さんに冗談めいて言ってたんですね。皆さん笑っていただけ、そう思えばそうとか、そう信じればそうなるとかね、そう語ればそうなる、そう動けばそうなる。それ信じたことを必ず人間はやるんですね。信じたら、信じた人の特徴っていうのは行動してるっていうこと。だって信じたらやるに決まってるじゃないですか。ですから、そう思えばそう、そう信じればそう、そう語ればそう、ということでね。例えばカナダに1週間後に来ますって。そう思ったらそうなる。そう語ったらそうなる。そう信じたら。そうやって動きますからそうなりますね。もうすごい単純なんですよ、我々の人生を。そう思えばそうで、そう信じればそうで、そう語ればそうで、そう動けばそうなる。どうしてあなた牧師になったの？そう思ったからです。そう語ったから、そう信じたから、そう動いたから、そうなったんです。何でもかんでもこれで説明できちゃうんです。だからあなたがどういう世界観を構築、間違ってるか正しい、みんなと違うんです。私の世界観は皆さんと違うでしょう、ね、牧師になるっていうか、もうそれで世界観は変わっちゃうわけですけど、それは私の世界観に、主観で世界観を作って、その世界観でまあ生きているんだということであります。そういうことでこれからどうなるかということで、まあ今までの私の査定においては、70代は最高の時代でした。最高に楽しい、最高にフルーティフルな、最高でしたね。まあ10代もすごく良かった、20代も30代も良かったんだけど、70代は一番良い時代です。ということはどういうことかというと、80代はもっといいだろうという、そう思ってます。皆さんそんなことないよ、まあ、あの先生びっこ引いてるし、歩けなくなるだろうしね、これからどんどん辛くて苦しくて、人生ったらどんどん苦しくなるでしょうって、皆さんそう思ったっていいんですよ。我々、私は皆さんの世界観で生きてるんじゃない、私の世界観で生きて、もし私が80歳どうやって生きるか、私が決めればいいんですね。私が決めればいいんですよ。そう思えばそう、そう語ればそう、信じればそう、続いてそうなるんですよ。だから私の世界観では80代は最高に快楽の時だと。快楽宣言をね、まあ、今までも快楽の話をしてますけれど、まあ、本当は金曜日本を書くはずだったんですけど、その前に完成のテキストブックを作んなきゃいけないねっていうんで、まあ、本を書くのをちょっとチェンジして完成のテキストブックを作っちゃうんですけど、書くべき本は何かっていうと、キリスト教が快楽主義であるところの12の証拠っていう本を書こうとしたんです。キリスト教は間違いなく快楽主義で、本当に残念ですね。もう誤解されてるんですね。キリスト教は苦しむもんだみたい。実はキリスト教は快楽主義、合ってるか当たり前か知らないけど、それが私の世界観で、ですからどうなりますか。私の人生は今まで楽しかったし、ずっと楽しかったし、今も楽しい、これからも楽しいという。あ、そういえばですね、私この前ワクチンに打ちに行って、病院からね、平野さんワクチン打ちに来てくださいって病人に受けたら、すごく楽ですよということで、なんか、ま、世田谷区の何とかしたらすごい大勢の人がすごい時間かかるそうで、行ってきたんですけど、あ、平野さんって、あなたアポイントメントすっぽかしたねって言われちゃってね、あれですよ、来なきゃって言うんで、何をすっぽかしたか、本当に2ヶ月前にアポイントメントがあったんで、それを私の大腸がんの検診をしましたけれど、結果を本当は聞きに行けないのに、そのアポイント
どうせ大腸がんじゃないことはもう分かってる、医者がきれいだきれいだって言ってたからね、分かってるからもうすぽかした、すぽかしたって電話かけて、ちょっと忙しくていけないんですけどとか言ってね、じゃあまたアポイントメント取ってください、分かりましたとか言ってすぽかしたら、言われちゃって、ちゃんとアポイントメント取らなきゃいけないんですよって言って、ああ全然問題ありませんねと、なんていうんですかね、ポリープも一つもできてないです、きれいですと、いうことで、あと3年後か5年後、まあそこら辺にもう一度検診に来てください。でもその時に音波をやりますよということで、まあ首の音波ってから背中の方をやってもらうのかな、私の頸椎の方かなと思ったら前の方ですね、これは血管がどうなってるか調べたらしいんですけれど、もうすぐ分かりますからね、あ正常です、血管が厚くなって血管の内部に何か溜まり始めると熱くなるそうで、熱くなると血流が速く流れるそうですね、細いところ同じ量が流れるんで、あ全然問題ありませんということで、どうも私が大腸がん検診した時に、私はちょっと覚えてなかったんですけど、血液検査もしたんですね。で血液検査のリコーダーがあって、これがっていうことで、何の悪いところもあります、何の悪いところもあります、あ、 ありがとうございます。何にも悪いとこもないそうですよ。だからしばらく皆さん残念かもしれないけど、説教を続けるかもしれないですね。それでこれはいかに人生を快楽することは健康にいいかっていうことを皆さんに本当に知ってほしいんですよ。どうして私は4回説教してるんですか。これはもう楽しいからです。楽しい、給料が上がるわけじゃないんですよ、4回選挙して、全然上がらないです、もう上がらなくていいよって、もう25年前に、給料上げなくていいよって言ってますからね、もう十分よくしてもらってるんで、だから、2回やれば4回やれば給料上がるだろうとか、あっち行ってこっちでは給料上がるだろう、もう一切そういう考えはないです、ひたすら楽しんでるだけなんです。人間は楽しいことをやったら健康なんですね。そういうわけで、快楽主義のエピクロスという人が快楽主義哲学者なんですけど、まあいろいろいつかお話をしようと思います。快楽万歳なんですね、本当は。そういうわけで、まあ何の話をしようとか、どっかずれちゃったね。あ、そう、そういうわけで、どうやって自分の未来を考えるかっていう、自分の主観だから皆さんの自由に考えていいんですよ。だから皆さん自由ですね。もう70代になら健康落ちてきて、体弱くなってきて、動けなくなって、それはもうがんはある、それはがんになるかもしれないし、それから脳梗塞ぐらいやるかもしれないね、心臓は。そう思うならそれでいいんですよ。別に私は皆さんに反対してないんで、私が言ってるのは私の世界観だけを話して、私の世界観は私は病気にならないという世界観を持ってますよね。皆さんもそうですよって言わないんですよっていうのは、皆さんは皆さんの主観で皆さんの世界観を作るんで、私の世界観は僕が生きてる限り病気にならないんだっていう世界観なんで、そう思ってるし、そう語ってるし、そう信じてるし、そのようにして動き回ってるわけですね。どうしてこういう高齢に対する世界観が出てきた、もう皆さんもういいよ、分かったよ、聞いたよって言うでしょうね。それはアブラハムは75歳で冒険の旅を出た、それでモーセは80歳でね、大活躍をした。もうモーセなんか惨めなもんですよ、40年間ね、ミディアンの荒野で羊飼い、ミディアンの荒野で羊飼いって最低ですっていうのは、彼が飼ってた羊は自分の羊じゃなくて義理の父親の羊ですよ。最低の仕事をするね、せめて羊が自分のものかって言ったら、義理の父親の仕事を40年間ミディアンの荒野でパッとしないで、誰も注目を受けないで生きてた人間が80歳になって、40年間すれば80歳になって突然大活躍を始めるんでしょ。もう一人大好きなカレブですね。今私は85歳です。今と私の力は45年前と少しも変わることがなく、どんな出入りにもどんな戦いにも足るんで、私戦った時にあの、ヘブロンの山、あそこにはジャイアンツが住んで、どうもなやつらが住んでることをやっつけてきますので、どうかあれを私の割り当てにしてください、攻撃する許可を与えてください、こう言ったんです。
その話は皆さん何回も聞いている。そして私は何回も話すでしょう。私たち、正解をしましたよね。5月でしたかね。5日間の正解でした。私にとってはまた同じ話です。それは私のリアリティ、私の内面で、私の世界観で。年を取ることは素晴らしい、もっと活躍ができるはずだ、こういうふうに思い込んでるんです。楽しいはずだ、愉快なはずだ、年取ればもっと効果的に仕事ができるはずだ、もっと知恵があるはず、もっと実際的になる、そうやって思い込んでる。どうして思い込んでるかというと、この3人の人物のおかげでそういう意味を思い込んでるから、どうしてもそういうお話がペラペラ出ちゃうわけだよね。それが私のリアリティです。そうすると80代は素晴らしい。聖書には約束がありますからね。神が言われる、私は私の立てた計画をよく知っている。それは災いを与えるものではなくして、あなたに平安を与えるものであり、あなたに希望と将来を与えるものだ。その英訳では The Glorious Ending でも何回も話してます。栄光ある結末をあなたに与える計画を。全然この伝道書と違うんでしょう、神さんの計画は。もしあなたが若いうちに何の喜びもないという前に創造主を信じるなら、これは最高に素晴らしい時代なはずなんですね。まさにグローリアスエンディングです。新約聖書になるとどうですか。私たちが主に向くと私たちは自由になる。私たちは顔を覆いマスクを取り除けて、鏡の映すように主の栄光を見ながら、栄光へと、栄光から栄光へと変えられていく。それは霊なる主の働きによる。年取って嫌われて頑固になって邪魔者扱いされて存在するだけで迷惑になるじゃないんですよ、聖書の教えは。栄光から栄光、年取れば年ほど栄光に近づいていくわ。最後にグローリアエンディングはあるけど、それはグローリアスエンディングなわけでしょ。アブラハム、すべてのことにおいて祝福された。だって死んでいったんですね。モーセは元気いっぱいで、主がおいでって言うんで行って、じゃあ死んでもいいよって、はいって死んでいったわけでしょ。彼らはグローリアスエンディングなんですよ。私にはその権利が与えられてるんですね。少なくとも私はそう思ってる。だって聖書が約束してるんだから。私は聖書の言葉で自分の未来像を描いてすると、私の未来は素晴らしいはずなんですよ。全ては主観です。あなたがどう思うか、そう思えばそうなるし、そう信じればそうなるし、そう語ればそうなるし、そう行動するならそうなっていくんですね。こんなにはっきりと約束されてるんですよ。あなたの守るものは、まどろむことも眠ることもないと。主はあなたを守る方、あなたの身に手を覆う影ですね。あなたの弱さ、主が守る。あなたの失敗、バカなことをやってきましたね、私繰り返し。でもそういうバカなことをやった私ですけれど、主は私の右の手を覆う影だったわけでしょ。すべての災いからあなたを守り、あなたの命を守る。大丈夫、カナダに行ってきます。主はあなたの行くにも帰るにも今よりとこしえ守られる。信じます。これが私の未来です。ああ、カナダ楽しいな。どんな素晴らしいことが起こるんだろう。心配など何一つありませんね。主が働いているので、主がいろいろな助けをデザインしているんですね。もうすでに私はただ楽しむのはいいだけこんな得なお仕事って合うですかね。みんな牧師になりゃいいのにと思うんですね若い人たち、最高のお仕事です。お祈りします。